アらみさんこんにちはイイ、それでは今回なんですけども、キャッシュレスな生活をして感じた5つのことということで、今回は、まあ僕がキャッシュレスな生活をして、まあ去年の4月ぐらいから YouTube でも発信をしてるんですけども、まあそれも通しながら、まあふと思ったこととかも含めながら、まあ正直にサクッとお伝えしていこうかなと思います。 ということで、まずそのキャッシュレスな生活をして感じた5つのことということで、まず1つ目は、今出てるようなキャッシュレスで生活の現状は9割ほどということですね。まあ、完全キャッシュレス化というわけではないんですけども、まあ、今実際に僕が住んでるこの福岡市は本当に何回も何回も言ってるように、このキャッシュレスっていうのがめちゃくちゃ進んでるんですよね。なので、まあ、本当にこう、生活に不便することとも本当になくなりつつはあるんですが、やっぱりね、これはもう ライブ配信とか普段の動画でも言ってるんですけども、やっぱりこうまだまだ現金決済のところとか、まあそういったところはまだ多いのかなと思ってるところではあります。けどまあ実際にキャッシュレスっていうのはもう基本的にはもうコンビニとか、もうこれは100%と言ってもいいぐらい、ここは確実にキャッシュレスですね。多分この動画を見てくださってる方も基本的にはコンビニがもうキャッシュレスなんじゃないかなってもう僕は勝手に思っています。もう基本的にね何でも対応してるんで、 で、あと、他の例といえば、 うーんと、今思いつくものであれば、例えばその、八百屋さん、これがですね、安い八百屋さんが、まあ、あるんですよ。あの、そこが、まあ、場所によっては、本当に進んでるところは、ペイペイが使えるとことかもあったりするんですが、やっぱりこうね、それよりまだ安いところは、あの、現金決済とか、もう全然まだあるので、そこはね、ちょっと千円、千円とかを忍ばせてお買い物するときもあります。で、あとは、あとやっぱり飲食店ですかね。 基本的にその飲食店は、なんかその、まあ、ペイペイとか使えるとこが、ま、昔に比べては多くなってきてるんですけども、やっぱ福岡といえば。 ラーメン屋さんですよね。もうラーメン屋さんね、ほんとね、最近はちょっとね、控えつつはあるんですけども、やっぱりこう、無償にね、あー今日一日頑張ったなーとか、もうそういった時には、ちょっとコテコテなね、豚骨を食べたくなる時があるんですよ、それが。<laughs> またね、それ、また動画でも多分紹介するかもしれないんですけども、そういったところはやっぱり現金決済が多いのかなと思います。 ま、あと最近で言うと、現金決済を行ったというか、現金を出したのが、あれですかね。やっぱりお年玉ですかね。あっか、もう、あの、 僕がその田舎の方に帰ってるときに、あの、現金持ってなかったんで、あ、そういえば現金出さないとと思って、もうそれこそね、みんな大好きな送金アプリのプリンを使って現金を出して、まあ親戚の子たちにね、現金で、あの、お年玉渡したということはあったんですけど、まあほね、そう考えると、現金を使うことってのは本当に減ってきたかなっていうのは、まあ身に染みて感じるかなっていうのはありますね。 次二つ目は周囲のお会計が気になるということですね。これ本当に、これ多分経験されてること多いですよね。もう本当に、多分僕の今チャンネル見てくださってる方は、まあ多分9000ちょっとぐらい今見てくださってるんですけども、多分もう本当にね、少しでも、まあ一つか二つぐらいキャッシュレス決済は多分使われてる方って多いのかなって僕は勝手に思ってるんですが、やっぱりこうね、コンビニで決済をするときとか、あと飲食店もそうなんですけども、何かこう、あとスーパーもそうですね。あの本当に、あ この人これ使ってるなとか、あの、このペイペイ、これペイペイであったりとか、クレジットカードであったりとか、あと電子マネーとか、やっぱりいろいろ何を使ってるのかっていうのがですね、まあ、ちょっと気になったりするんじゃないかなと思うんですよ。これ、まあ、最初の頃はそうだった、最近はね、本当に使ってる人めちゃくちゃ多くなってきたんで、前ほどはないんですけど、あ、この人 ID の、タントンって音が聞いたら、あ、この人 ID だとか、あとは、えー、っと、 ペイペイだったら、あ、ペイペイって音が聞こえたら、あ、ペイペイだな、みたいな、こう、やっぱりこう、勝手にね、あ、お、 これ使ってるじゃんってやっぱ気になっちゃうことっていうのは、未だにありますね。おう、普及してる普及してる、みたいな。で、思わずね、やっぱりこう、コンビニとかで現金決済の人見ると、はぁ、ちょっともったいねぇな,いなーみたいなっていうのもね、勝手に思ったりすることは未だにありますね。あと、ポイントカードを、あの、出し、出してなかったりすると、あ、ポイントカード出してないとか、<laughs> そうね。まあ全然ね、コンビニとか行ってもまあ、可愛い数ポイントとかしかもらえないっていうのもあるので、ポイントカード出さないっていうことも、やっぱりあるんだとは思うんですけど、やっぱりね、こう、ポイントカード 出してない人見るとあ、もたいねーみたいなっていうのはねやっぱり思っちゃう時もあります そして三つ目はちょっとした男に敏感になるということですね。まあ、これは本当にかなり、やっぱこう YouTube で発信する上でもめちゃくちゃ、ま、敏感になってるんじゃないかなと思いますね。もちろん僕の情報は基本的には Twitter であったりとか、ネットニュース、あとは企業さんからのお知らせとか、ま、公式のプレスリリース、ま、だいたいこの四つ四種類が多いのかなと思います。だいたいこういうところから情報を、ま、調べて、まあ、そこでね、皆様にこの YouTube を通して発信をしているということなので、まあ、本当に些細 なこれが発表されたとかがあればまあ、ちょっとでもね。何かこうためになるものであれば、発信をするようには心がけてるんですけども、やっぱもう些細なこと。でもすぐに発信はするようにしてますね。でなおかつなかなかね。自分自身のこのチャンネルでまとめづらいなとか。まあ、そういったのがあった時はもう。基本的にはこうライブ配信とかで。 あの、言うを言ってるんですけども、まあまあ、ライブ配信の方がね、意外とこう、クーポン情報とか、あと、抽選とか、で、意外とこう、みんなが楽しめる、すぐに楽しめってできるっていうのをですね、まあ基本的には僕はライブ配信でよく言ってることが多いんですけども、まあ本当ね、どういった風にこう、 お伝えしていくのかっていうのを、まあ、結構自分自身が結構楽しみながらやってるっていうのはあるんで、まあまあまあ本当ね、まだまだこういろんな情報をもらいながら、あと、本当発信をすることで結構そのいろんな方にですね、まあ YouTube でのコメントとかでもいただくことがあるんですが、まあそういったのを参考にしながら、まあ基本的にはまあ本当にお得になれるような、ちょっとはためになるような情報をお伝えできるようには心がけています。 次、四つ目は、ゲームっぽくて楽しいということですね。まあ、これ本当に、なんかやっぱこう、キャッシュレスな生活をしてると、やっぱここかなと思うんですよね。なんで長く続くのかっていうところやっぱあるんですけども、なんか本当中には先ほどお伝えしかけたその、ポイントカードですね。まあ、これを出すのがめんどくさくて、数ポイント貯まるのがっていうのを絶対いらっしゃると思うんですよ。いや、もうどうせ溜まっても1、2ポイントでしょ、みたいな。けど、やっぱりこう、基本的にポイント集めて、な、基本的になんか、なんかこう、ゲームに近いんですよね。 何かこう達成。 例えば、まあ、ポイントを貯めたら何かこう達成できたりとか、まあ、とりあえず100ポイント集めようとか、まあ、1000ポイント集めようとかあると思うんですよ。でね、ネガティブなイメージを持たれてる方だと、もう本当にいろんなスマホ決済があるから、もう、もうなんかスマホ決済、中にはこうネットの記事では、もうなんかこう、ペイ疲れみたいなのがあったり、ネガティブなね、記事で、まあ、本当にそういった注目を集めてる時あるんですけど、やっぱそういったっていうよりかは、なんか本当、小さな還元でも、いかにそのお得に使うかっていう、ちょっとしたゲームっぽくてこう戦略を考えるのがめちゃくちゃ楽しいんです 僕もともとそんなにこう細かいタイプのなんかこう考えるの全然苦手だったんですけどなんかこうこういった風なキャッシュレスとかもうそういった還元とかっていうのはなんか今までにないぐらいなんかちょっと楽しいなっていう風に勝手に思ってるんでなんかこうゲームをクリアする感覚のようなものな感じでなんかなのでなんか YouTube の発信とかも気がつけば前に続いてるのかなっていう風に思っていますまあやっぱこれは結構大きいですね ま、最後、五つ目なんですけども、YouTube で発信することで勉強ができるということですね。まあ、これは、ま、どういうことかというと、まあ、さっきもちょっとお伝えしたことには関連するんですが、まあ、基本的にその、自分でインプット、インプットし続けるのは全然いいんですけど、やっぱりこう話すことっていうのは、もう日々大事だなと思ってるんですよね。そう、やっぱり、自分で、あ、覚えてけ、覚えたから実際にこう使ってみようと思っても、なんか身についてないっていうことがよくある、あったりするんで、やっぱりこれ YouTube で、 YouTube で発信をして、で、皆さんにお伝えして、発信をすることで、まあ見てくださってる方の勉強になれば、一番それが勉強とか何かこう学びになれば、まあそれは本当に嬉しいなって思う限りなんですが、やっぱりこう僕自身が一番学べてるんですよね、実際のところ。<laughs> そう、やっぱり、 こう、公式ページとか何かこう、仕組みとか還元とかこう見ても、なんか見ただけで全然あれわけわかんねえって思いながら。で、まず僕の場合はいつも YouTube を作るときは台本を作って、スライドを作って、そこから、え、撮影をしてで、こういった風に YouTube にアップロードするということになるんですが、実はその台本を作ってる時に、あ、なるほど、こんな風な仕組みになってるんだっていうこともあったりとか、で、スライド作ってる時に自分で、まあ図で表す時に、あ、ここにこれがあるんだなとか <laughs>、そして撮影して、 をする時にうんこれ違うなと思った時にそこにこう気が付いたりとかもする時もあったりするんで何かこう発信をする時に結構気が付くことってめちゃくちゃ多いんですよね実は そう。なので、結構自分が発信するっていうのは、これ YouTube に限らず Twitter でも何でも全然いいと思うんですけども、発信をすればさらになんか勉強になるなっていう。まあ本当にね、これ、あこういうことはあまり言うのはあまりないんですけども、まあなので、本当キャッシュレスの発信をしつつも結局はこう自分がめちゃくちゃ勉強になってるっていう。で、なおかつさっきもちょっとお伝えしたかもしれませんが、まあ視聴者さんからのコメントって結構ありがたくて、あ、これってこうなんですよね、とかもうそんなふうなコメント、最近はね、なかなかこう返すことがなかなかできなかったりするんですけど、 けもちゃんと見てるんですが、やっぱりこうコメントいただいてあなるほど。こうなってんだとか。まあそこら辺コメント参照にしながら僕が動画に作ったりとかも結構したりするんで、ほんとそこら辺はなんか発信してて良かったなって思うことがやっぱり大きいかなと思ってます。勝手にもう勝手に思ってます。<laughs> まあそんなこんなで今回はキャッシュレスな生活をして感じた5つのことということでした。いやーまあね、なんかこう今日の動画を見て気がついた方もまあ中にはいらっしゃるかもしれませんが、今日はですね、なんと、 まあ、台本なしで作ってるんですよ <laughs>。そう。いや、なんかたまにやっぱね、こう自分が率直に思うこととか、まあノーカット、ノーカットはちょっとね、お見苦しいので、ちゃんと、まあ必要最低限の編集はするんですが、まあこういった自分が感じ取ったことっていうのは、ある意味こう台本なしで作るっていうのは、まあいいんじゃないかなと思いますね。まあ、スライドはね、これだけちょっとだけ作りましたけども、まあまあ、スライドがなかったらそれはちょっと寂しいなと思ったんで、必要最低限のスライドは作りました。 まあ、これはこれで結構ね、ほんと、たまにたまにありなのかなと。まあまあ、なので、まあ、どこかのタイミングでまた台本なしの動画を作って、まあ、なんかこう、自分が率直に思うことがあれば、またそういったことをですね、まあ、こんな風なストレートな動画で撮って、あの、出していこうかなと思います。まあ、ぜひですね、まあ、この台本なしでも、まあ、これはちょっとねえなーとか、あこれはこれでありだなと思うことがあれば、ぜひまたコメントなどいただけると嬉しいです。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。